パーマカルチャーとは、エコロジカルデザイン、環境デザイン分野の用語であり、自然のエコシステムを参考にし、持続可能な建築や、自己維持型の農業システムを取り入れ、社会や暮らしを変化させる総合的な、デザイン科学概念。完結時給型農業開発とも。パーマカルチャーという言葉は1970年代に、オーストラリア南部のタスマニア島で暮らしていた。 デビッド・ホルム・グレンとビル・モリソンが作った造語である。二人によれば最初その言葉は、パーマネントとアグリカルチャーを組み合わせ、永続する農業という意味が込められている。パーマカルチャーを初めて世に問う二人の唯一の共著、パーマカルチャー1によれば、動物や多年生の植物、および自家更新する植物を人間が利用する、目的で組み合わせたシステムであり、 それは常に進化すると定義されている。パーマカルチャーの元となるパーマネントアグリカルチャーという概念は、二人がパーマカルチャー1の中で指摘するように、モリソンやホルムグレインの創造ではない。パーマネントアグリカルチャーは、アメリカの土壌学者、F.H. キングが、日本、中国、朝鮮半島の視察について綴った、東アジア4000年の永続農業の副題で、 使われていた。また、ジェイラス・セル・スミスが1929年に出版した、トゥリー・クロップスの副題もパーマネント・アグリカルチャーだった。すでに20世紀初頭において、そのような考え方が生まれてきたことから、永続しない農業が支配的になりつつあったことが伺える。このように、パーマカルチャーは、少なくともその創生においては、動物や多年生の木を組み合わせ、 その特性を利用する。そして野菜など一年生の植物を野生化し、多年生化する。それが、基本の概念だった。一年生の野菜や穀物に依存する、現代人の暮らし方、単一作物栽培、モノカルチャーを志向する農業に頼りっきりな現代、社会への批判であり、もう一つの生き方の可能性、社会のあり方を提示するものだった。 永続的な農業を指すとされたパーマカルチャーだが、提唱されてから30年以上を経て、最近では永続的な文化を意味するという解釈が広がりつつある。ホルムグレンは2012年に翻訳が出版されたパーマカルチャー。農的暮らしを実現するための12の原理で、食物や繊維、エネルギーなど人間の必要を満たすため、 自然の中に見られるパターンや関係を真似し、風土を意識的にデザインすることと定義している。ホルムグレンは、ピークオイルと気候変動の発祥など人間社会が、これまでにない変動を迎える時代、右肩上がりに成長しない不確実な時代に、パーマカルチャーは、加工の時代の文化としてその進化を発揮すると説く。パーマカルチャーの初期の文献では、 以下に掲げるデザイン原理同様、倫理についても明記されていなかった。世界各地での教育や実践を経て、パーマカルチャーは次の3つの倫理に基づくと理解されるようになった。これらの倫理は宗教や共同体の倫理に関する研究から抽出されたとされる。パーマカルチャーの原理はシステム思考やデザイン思考と呼ばれる世界観から生まれており、 自然と産業改善の持続可能な社会を観察することで不変な原理が抽出できるという考えに基づいている。パーマカルチャーのデザイン原理は生態学、特にハワード・オーダムなどのシステム生態学に基づくとされ、環境地理学や民族生物学などにも影響を受けた。これらの原理はこれからの脱産業化社会において土地や資源を 持続可能に利用する際、世界のどこにでも適用できると考えられている。パーマカルチャーの原理は、簡潔な文章やスローガンで表される。これらの原理は、様々な選択肢を検討するときに、チェックリストとして利用される。原理は、万国共通に当てはまるが、その具体的な適用は、それぞれの場所や状況により、大きく異なる。ホルムグレンは、 パーマカルチャーの花で、個人、経済、社会、政治の再編成にもこれらの原理が有効であるとしている。パーマカルチャーの原理が最初から重要視されていたわけではなく、パーマカルチャー1では、パーマカルチャーの木と呼ばれる図画原理を紹介するために用いられ、デザイン理論とその適応例が紹介されるにとどまっていた。デザイン原理をモリソンが、 初めて提示するのは1991年に出版されたレニースレートの教著パーマカルチャー脳的暮らしの永久デザインにおいてであるこのリストはアメリカ人パーマカルチャー教師ジョン・キネーが作成したものでそれ以降広く使われるようになったホルムグレンはパーマカルチャーで次の12のデザイン原理を掲げているホルムグレンはパーマカルチャーが 新しい思想であり、まだ発展途上にあることを考えればと断った上で、このリストは有効ではあるが、普段の見直しが必要で、さらに明晰にしていかなければ、創造的な解決方法をさっと見つけ出す助けにはならないと、それを盲目的に強情的に捉えることを今めている。原理1、まず観察、それから相互作用、原理にエネルギーを獲得し、 蓄える。原理3、収穫せよ。原理4、自律とフィードバックの活用。原理5、再生可能な資源やサービスの利用と評価。原理6、無駄を出すな。原理7、デザイン、パターンから詳細へ。原理8、分離よりも統合。原理9、ゆっくり、小さな解決が一番。原理10、多様性を利用し、尊ぶ。原理11、 接点の活用と辺境の価値、原理12、変化には創造的に対応して利用する日本におけるパーマカルチャー運動の歴史は1993年に農文教からモリソンのパーマカルチャーが翻訳出版されたことから始まる。それ以前にも雑誌などでパーマカルチャーの概念などが紹介されたことはあったが、あまり人の注目するところとはならなかった。 翌年の1994年にオーストラリアよりパーマカルチャーの教師であるリー・ハリソンが日本に招かれ、日本各地でワークショップや講演を行い、翌年には日本で初めてのパーマカルチャーデザインコースが開催された。1996年にパーマカルチャーセンタージャパンが設立され、翌1997年には創始者のビル・モリソンが日本に招かれ、 パーマカルチャーセンタージャパンや愛能学園などで講演やワークショップが開催された。2001年にはパーマカルチャーネットワーク九州が設立された。2003年に初めての全国大会が開かれ、各地からパーマカルチャー活動家がアズミノにあるシャロムヒュッテに集結した。2004年パーマカルチャーセンタージャパンの NPO 法人化を記念し、 ホルムグレンを招いた講演ツアーが実施された。2009年にパーマカルチャー関西が、2011年にはパーマカルチャーチューブができ、2012年にはホルムグレンのパーマカルチャーが翻訳出版された。ホルムグレンの日本滞在期、日本におけるパーマカルチャー参照。ありがとうございます。